これは人とあやかしが共存していた時代の物語である。もとより陰界に属していた魑魅魍魎は恐怖におののく人々の間に潜んで機会をうかがい、妖怪の秩序は危機にさらされていた。しかし幸いなことに、この世には天文を読み解き呪術を操るだけでなく、陰陽二つの世界を自在に行き来し、霊体を司ることすら可能にする異能者がいた。彼らはそれぞれの能力を駆使して陰陽二つの世界の均衡を保つため己の命を懸け戦っている。そんな彼らを世の人々は敬意を込めて陰陽師と呼ぶ。魑魅魍魎たちが織りなすこの絢爛豪華かつ奇想天外な世界が今あなたの目の前で始まる。